って言ってあるはずなのに。やあ、お待たせ。うん、待った。それはすまないね。途中で司くんに捕まりそうになって巻いてきたんだよ。ところでどうかしたのかい？これ。おや、今日はネネロボを連れてきたのかい？誰にも見とがめられなかったんだね。うん、目立たないように朝早く連れてきて隠しておいたから。腕の調子が悪いみたい。直してくれる？この子がいないと。お安いご用さ。工具もちゃんと持ってきているしね。あ、そんなのどうやって持ってたの？大っぴらに持ち歩くと風紀委員に怒られてしまうかもしれないからね。服の下に隠せるよう少し工夫をね。それで治りそう？すぐに見てみよう。少し待っていたまえ。さて、腕だったね。どれどれ。駆動系は、ああ、なるほど。大丈夫。少し接触が悪くなっているだけのようだから、すぐに直せるよ。そっか、よかった。じゃあ、よろしく。ああ。ところで、司くんが考えてくれた脚本をもとに演出を考えているんだけど、歌を歌いながら火を吹くというのはどうだろう？それ誰がやるの？主役は司くんだから司くんだろうね。ご愁傷様。あ、ヘキシン。それと王子がドラゴンを歌で眠らせるシーンがあるだろう。うん、あいつのうるさい歌で眠る生き物なんてどこにもいなさそうだけどね。そうだね。だからあそこはネネがやるのはどうだろう。うん、役者の歌以外は何も音を流さないようにしたい。本当にただただ歌に聞き入ってもらいたいんだ。まあどうなるかはみんなと話してみないとわからないからね。とりあえず心に留めておいてくれるかい？その演出、ネネロボでもいいの？そこは君に任せるよ。そう。さ、治ったよ。あ、もう？すぐに治ると言っただろ。動かしてごらん。うん、大丈夫。ちゃんと動いてる。これでもし歌うことになっても大丈夫。さあ、ロボットも無事治ったことだし、僕は司くんを探しに行かなければ。先ほどのアイディア、司くんはどんな反応をしてくれるかな。ルイ、楽しそう。おや、そう見えるかい？と、あれはちょうどいいところに。司くん、ちょっといいかな？